皆さんこんにちは。こんにちは。今回は前回に引き続き、ソ連で研究開発されていた知る人ぞ知る有人の軍事用ソユーズ宇宙船について紹介していきますよ。前の動画では確か1960年代にソユーズ P とソユーズ R が研究されとって、 P は宇宙飛行士が船外活動して衛星を無力化したりするやつ、 R は偵察型、軌道上で小さい宇宙ステーションにドッキングして宇宙飛行士が地上を撮影するってやつやったな。そうね。この2つの宇宙船は武装されておらず、開発も中止、試作機も製造されませんでした。せやな。それでは今回宇宙担当のゆかりちゃんから紹介してもらうのは、ロケットや機関砲で武装した本当の意味での軍事用ソユーズ宇宙船です。おう。それではゆかりちゃん、お願いね。はい。先週に引き続き、ソ連の軍事用ソユーズ宇宙船開発について紹介していこうと思います。後半となる今回登場するのは、ソユーズ PPK とソユーズ 7K6 です。二つのソユーズ宇宙船は、こちらのツリーでは、ここと、ここに位置しています。前も見たけどすごいことになっとる一覧や。ソユーズの改良型だらけやで。それでは、最初に紹介するのは、1964年に研究が始まったとされる、ソユーズ PPK です。この一覧を見てもわかるように、ソユーズ PPK は前回紹介したソユーズ P の改良型となっています。あかねちゃん、このソユーズ P はどのような宇宙船だったのか覚えていますか？宇宙遊泳して敵の人工衛星を調査。無力化するのか何か持ち帰るかするようなやつやったな。それでもって武装はされとらんかったと。はい。答えてもらったように、ソユーズ P は人が直接船外活動を行い、外国の人工衛星を調査、その場で破壊するか持ち帰るかなど判断する運用方法になっていました。その人工衛星に爆破装置が内蔵されとる恐れがあって危ないって話やったな。当時ソ連の人工衛星には他国に最先端技術が渡らないように、通信が途絶した場合でも一定の条件で自爆する機能が搭載されていました。そこ質問なんやけど、実際に爆破されたことってあるん？あります。ほんまか？人工衛星ではないのですが、こちらの図では、ここにある、ソユーズ 7KOK。後に、ソユーズ1として、初めて人を乗せた宇宙船のコスモス133号の無人打ち上げ試験で、自爆システムが作動したことがあります。理由は何なん？ソユーズ 7KOK の機関カプセルが地球に落下する過程でトラブルが発生。行方不明になり、捜索チームが派遣されたものの、発見できませんでした。その後、レーダー情報を解析したところ、機関カプセルが中国国内に落下するコースに入ったため、宇宙船が自爆する動作に入り、搭載した TNT 爆薬で自爆していたことが分かりました。怖すぎやろ。安心してください。有人宇宙船には搭載されていませんよ。徹底されとることはようわかったわ。話は逸れてしまいましたが、このように人工衛星に爆薬が搭載されている可能性があり、ソユーズ P の船外活動案は最終的に不採用となりました。せやな。では、自国の不利益となる他国の人工衛星はどのように排除するのか。そこで1964年に発表されたのがこのソユーズ PPK です。PPK とはロシア語で有人迎撃機を意味するようです。来た、有人迎撃機。文字通り、有人宇宙戦闘機ということになるのですが、ソユーズ PPK は2名を乗せて運用する有人宇宙船でした。搭載されていた武装は、8つの小さなロケットだったとされています。これどうやって攻撃するん？詳しくは分かっていないのですが、まず、対象となる人工衛星に接近し、宇宙飛行士が目視、もしくは搭載された機器を使用して調査します。はあ。破壊する必要があると判断された場合は、対象の人工衛星から 1km ほど離れ、このロケットを発射して破壊するという方法でした。これ当たるん？ソユーズ PPK は試作もされておらず、宇宙にも飛び立っていないため、判断は難しいのですが、ある程度の精度で当たる装置を開発して、実装を予定していたのだと思います。ただ、8発も積んでいたことを考えると、命中精度はそこまで高いものではなかったことが伺えますね。せやな。それで、これはどのような理由で不採用になったん？当時、他のソユーズシリーズの開発が遅れていたことや、前回の動画でも少し紹介したのですが、同じ時期に開発していた対衛星迎撃機となる、イストレビテル・スプートニクの打ち上げに成功したことで、ソユーズ PPK の計画が発表された翌年となる、1965年にキャンセルされました。
ちなみに、イストレピテルスプートニクでは、衛星を攻撃することに成功したん。ざっと調べた限りでは、1971年に打ち上げられたコスモス459というターゲット衛星の迎撃試験に成功しており、この成功を受けて、迎撃システムが運用可能だと宣言されています。それでも6年後なんやな。ゆるふわ軍事チャンネル。次に紹介するのは、こちらの図ではここにあるソユーズ 7K6 です。これはズベズダとも呼ばれています。ズベズダって、なんかよう聞く名前やな。ズベズダは日本語で、星、という意味があります。星って意味なんか。国際宇宙ステーションを構成するモジュールにも、同じ名前が付けられていますよ。ソユーズ 7K6、ズベズダ開発の中心人物となったのは、ドミトリー・コズロフという人物です。あれ、近所のおじちゃんやない?この機体は、1965年から1969年にかけて開発されたもので、1967年には試作機が製造されるなど、ソユーズ宇宙船の中で、武装宇宙船としては最も形になった機体でした。これか。ただ、ソユーズ 7K6、ズベズダは、先ほどのロケットを搭載した武装宇宙船と同じような運用を考えていたわけではありません。ほう。あくまで研究を行う有人軍事施設として運用する過程で、場合によっては、こちらから敵の衛星を破壊したり、接近してくる敵の衛星を迎え撃つことができる装備として搭載されました。自衛用としても使えたってことやな。攻撃用なのか、自衛用なのかという点については、どちらかといえば、自衛用の装備だったとされています。そうなんか。それでは、一体どのような武装が搭載されていたのか紹介していきます。機関砲、もしくは機銃を搭載していたことは事実なのですが、どのようなものなのかは明らかになっていません。ただ、1970年代に打ち上げられたものの中に、NR-23 というミグ15や爆撃機に搭載されていた 23mm 機関砲を改造したものがあり、同じものが搭載されていた可能性があります。ほう。この機関砲は、ソユーズ 7K6 ズベズダの船体に固定した状態で搭載されていました。固定?そうなると照準はどうするん?宇宙船や人工衛星に搭載されている姿勢制御に使う小さいエンジン、スラスターを燃焼させ、船体ごと向きを変え、ターゲットに照準を合わせる方法が取られました。かなり大掛かりやな。発砲による反動で姿勢を崩してしまうのではないかという問題については、地上試験ではそれほど大きな影響は出ないとされ、ずれた姿勢は少ない燃料消費で元に戻せるだろうと判断されていました。ちなみに、機関砲や銃の照準は機関カプセルに取り付けられていたとされています。それでこの宇宙船はどうなったん?ソユーズ 7K6 ズベズダは1965年以降に開発が始まり、翌年1966年9月には宇宙飛行士の選抜が終了し、訓練が開始されました。当初の予定では、1967年に初飛行を行う予定が組まれました。しかし、1967年になると、ソユーズ 7K6 ズベズダ開発の中心人物だったコズロフにより完全な再設計が命じられました。あれ?どういうこと?実は、ソユーズ 7K6 ズベズダは、ソユーズシリーズとしては初めて有人宇宙飛行を行った、ソユーズ 7K-OK とほぼ同じ構成になっていました。ソユーズ 7K-OK は宇宙飛行士を乗せる前に、1966年11月に飛行試験を実施。複数回の飛行試験で明らかになったのは、多くの欠陥、設計の甘さ、そして、宇宙船そのものの品質の悪さでした。誰がこんなもん設計したのは。そして、この欠陥機、ソユーズ 7K-OK は、政治的な理由もあり、その後も開発が続けられ、1967年4月になると、ソユーズ1として、欠陥をすべて修正しないまま、宇宙飛行士を乗せて打ち上げを実施。結果的に墜落事故を起こしました。やらかしとるやん。欠陥機をベースとしたソユーズ 7K6 ズベズダの再設計の命令が出された頃、この宇宙船に潜在的な問題がいくつかあるという指摘がされました。ほう、ちゃんと指摘する人がおったんやな。その問題は、ソユーズ 7K6 ズベズダの船内で行う軍事実験、研究に大量の電力が必要であったため、ソーラーパネルではなくプルトニウムを燃料とする原子力電池が採用されていた点です。プルトニウムって、またやばいパワーワードが出てきたで。そしてもう一つ、通常、機関カプセルのヒートシールドは、切れ目のない滑らかな構造になっているものの、ソユーズ 7K6 ズベズダでは、そこに80センチの穴を開け、後部の起動モジュールに出入りするハッチを設けていました。つまりあれか、
地球に帰還するときに一番熱せられ強度がいるところが弱くなっとる可能性があると、そういうことになります。一方で開発者側は原子力電池とヒートシールドの懸念は試験結果から問題はないと反論していたのですが、それでもネチネチと指摘し続ける人間がいました。もう誰や？当時 OKB-1 設計局の局長だったワシーリー・ミシンです。ほう、すごそうな人やん。この局長の元設計製造されたのは宇宙飛行士を死亡させた欠陥機ソユース7系 OK です。待て、雲行きが怪しくなってきたで。ミシンは1967年にソユース7系6ズベズダが完全に再設計されると知り、その原因が自らの設計局が手掛けたソユース7系 OK の欠陥にあるということで激怒。ソユース7系6ズベズダに対して反感を覚えたのか、強烈なネガティブキャンペーンを繰り返していました。何してんねん。結果的にソユース7系6ズベズダのプロジェクトそのものがこの人物に乗っ取られる事態になり、様々な理由がある中で1969年に開発が中止に追い込まれたという話があります。いつの時代でもおるで、こういう人。ちなみにこのミシンはソユース7系6ズベズダを中止して自らのプロジェクトを進めるよう提案もしていたそうです。せやろな、そう思ったわ。開発が中止になった理由は他にもあるのですが、今回紹介した2つの宇宙船も結局宇宙に行くことはありませんでした。質問なんやけど、宇宙用に開発された機関砲みたいなやつあるやん、あれはどうなったん？その機関砲については、ソ連が1971年以降に打ち上げた世界初の長期滞在用宇宙ステーションとなるサリュートに自衛用として搭載されていました。具体的には NR23 という先ほども紹介した 23mm 機関砲の改良型であることが明らかになっています。ほう。この機関砲を搭載していたのは平和目的のサリュートではなく、それに偽装された軍事用宇宙ステーションアルマースシリーズです。偽装って？機関砲は船体に固定された状態で、照準も宇宙ステーション本体を動かして行う方法が採用されていました。つまりさっきのズベズダと同じってことやな。1974年に打ち上げられたアルマース2号では、地上からの遠隔操作のもと無人状態で発砲試験を実施しています。ちゃんと発砲試験もしとるんか。以上がソ連における代表的な有人軍事用宇宙船になります。あのソユーズにこんな歴史があったんやな。それではズンコちゃんにお返しします。はい、ソ連の軍事用宇宙船について分かったかな。ほんまにそんな宇宙船の開発が行われとったとは思わんかったわ。アカネちゃんはどの宇宙船に乗ってみたいかな。いや、遠慮しとくわ。今回初めて2回に分けてご紹介した宇宙をテーマにした面白いお話、今後宇宙に関する軍事の内容も紹介していきますので、楽しみに待っていてくださいね。今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。またね。またな、ね。